はい、どうも、朝日です。そして、はい、T 姫です。はい、まあシリーズ化しております。前回に引き続き好きなものを言っていこうということで、はい、前回日本文学やったんで、はい、海外文学を今回はやりましょう、はいはい、基本的にあんまり海外文学を読まないので、うん、まあ、ちょっと、あんまり読んでないなっていう、うん、日本文学の方が読むのでね、その中でも絞り出したっていう感じです。なるほどです、はい、これは結構兄弟で差がありそうやね。なんかああそうだね、うん、ちょっと読んできたもんが違う違うっていう。じゃあ、はい、いきます、はい、まず一発目は、はいはい、まあ、この今回もね影響を受けたという点でよ、はい、あの一番いい小説っていうよりは影響を受けましたというチョイスでいきました。はい、はいはい、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、なるほどですね。はいはい、はい、まあドストエフスキーはね結構読んだけど、うんうん、まあ、カラマーゾフはもう本当になんかなんていうか、まあ、兄弟の話やし、はいはいはい、まあ、家族の話でもあるし、うんうん、でまあロシア全体の話、うん、大事なこと全部入っとるなっていう、ね、大事なこと全部入っとるな、これね、うん、もうボネガットが言った有名な言葉があるけど、うん、カラマーゾフの兄弟の中に大事なことは全部入っている、うん、けどそれじゃつまらないんだっていう名言があるよ、ボネガットの、うんうんうん、なるほど。でカラマーゾフの中にもう小説としても全部入っとるから、うん、もうそれ以外のことをやるしかないってボネガットは言っとる、ね、うんうんうん、だからそういう作品やね、もう、なるほどね、いい、なんていう、もうこれ以上の小説って多分もうないなっていう、なるほど、うん、もうやりようがないっていう、おだからもう違うことやっていこうみたいな、はいはい、感じで諦めざるを得ない話、はいはいはい、うん、これはもう本当にハマった、もう、おもう僕読んでないんやけど、うん、ちょっとね長いなっていう、うん、これ今から行くんかっていう気持ちにどうしてもなってしまうけど、うん、それを好きな本3つみたいな企画を立て続けにやっときながら、うん、まあ長そうやなって敬遠するのもどうやねんと思うけどね。いやまあ常にあるけどね、うんうん、それは長い小説ってもういらんなと思った、カラマーゾフ読んだ時に。ああもう、うん、長編はもう、うん、ここまで長いものはもういらんっていう。でしかも型にも長いんよ、なんか新しいのドストエフスキーってもうこういうのいらんなっていう、うん、もうこの人が完成させとるし、うん、もうええわっていう感じ、はいはいはい、という感じでした。はい、はい、その、まあ、特に海外文学って、うん、学におすすめされることが多くって、ああ確かに、だから結局学が面白かったっていうのを、うん、読んだりすることが割と多いのでちょっとかぶりそうやなっていう感じがして、まあちょっとギリギリかぶらなかったなっていう、うん、感じで初見音休録っていう。俺進めてないよ。進めてないその読めんしまず。金陽さん、まあこういう金陽ってね、うん、まあ武教小説、中国の武教小説とおなじみの、うん、まあ言ったら、うん、中国の司馬遼太郎みたいなね、こと、なるほどね、うん、言われておりますけど、うん、まあ、初見音休録っていうのが、うん、まあ武術家の話、まあ、中国、秦、うん、の時代の、うん、まあ、中国大陸をずっと放浪、うん、いろいろな場所に行く武術家の話なんやけど、うん、細かい武術、中国武術の技とかがちゃんと出てくるっていう小説、うん、ね、で、うん、長い長い、長い、カラマーゾフの兄弟と肩を並べる、ちょうど同じページちょうど同じページなんや、うん、中国武術を文学で読めるっていう、うん、ちょっと面白い本っていう、なるほどね、感じです。まあ岸みなりならではの、はい、ちょっとここは偏った、ちょっと偏ってちょっと出したこと、うんうん、はい、なるほど。じゃあ次行きましょうか、はい、コーマック・マッカーシーの全ての美しい馬です。独特の書き方がすごい多くて、うん、まあこれ全ての美しい馬っていうのは長編で、うん、まあ少年がアメリカの南部から、うん、メキシコの国境を越えるっていうだけの、うん、まあだけっていうか、うん、まあ、長い壮大な映画みたいな話で、うん、割と長いんよ、600ページぐらいあるんかな、うん、だからまあ本当にエンターテインメントで読みやすくて、うん、本当に楽しい話、うん、全然難しいのは、うん、ことは全然ない、会話がねすごくいいよ、
うんうん、でアメリカ文学とは思えない冷めた文体で、うん、鍵括弧がないよね会話に、うん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 、まあ英語で言う、まあ、クォーテーションマークというか、うん、がなくて、うん、小津安二郎みたいな会話ずっとしたのよ。静かなテンポも緩いテンポで、うん、そう思うか、そうだな、俺はそう思うけどな、そうか、うん、みたいな会話なのよ、うん、本当は竜知事かなっていう感じの会話をしとって、でまあメキシコのハット テキサスとかのあたりの話だよね、うん、テキサスからメキシコへみたいな、うん、まあすごい、まあいい話です、感動する話、なるほど、うん、っていう感じで、まあ、実はすごく影響を受けてますっていう、はいはい、読みやすい小説なんで、はい、すごい読んでほしい、いろんな人に、はいはい、普通のエンターテインメント、なるほど、うん、もう迷うけれども仕方あるまいということで、うん、競売ナンバー49の叫び、トマス・ピンチョンさんのやつなんですけど、これあの僕トマス・ピンチョン学が好きでね、うん、全部読んでる、うん、ね、僕はこの一冊しか読んでいないわけやけれども、うん、そのなんかの時に、うん、誕生日かなんかで学が本をプレゼントしてくれた、あ、そうやったっけ、ちょっと忘れてるかもしれんけどとある日にあ、なんかあげたわ、うん、で、これが、これこそがその、うん、なんでもっと早く読まなかったんだっていうかな、あ、衝撃で、あの、まあ、トマス・ピンチョン読む人っていうのは、うん、多分そういう気持ちになったんだろうとは思うけれども、うんうんうん、その読む前と後じゃ違う、でもこれが文学やなっていう、そうやね、もっと早く読めばよかったっていう、いや、本当そうやね、ようなね、うん、気持ちにさせてくれるぐらい、うん、もうかなり面白かったという、うん、そうやね、ことです。で、まあその僕個人的に勝手に個人的に小説を書いた、うん、書いてね、あの、うん、けれども、あの、うん、書き方とか小説をどう書いていいかっていうのは全部書いてあるという、うん、なんかマニュアルやなっていう意味でも面白い。うん、ピンチョン独特の汚さというかね、うん、会話の汚さというか、汚さとかで、ポップカルチャー、うん、ボーンって出す感じの、うん、そうそう、気取ってない感じね。そうそう、でその文学の中で、うん、コント的な瞬発力とかどう見せるかっていうのがすごい書いてあるわけ、うん、で、そうやね、だから町田光さんとか多分意図してなかったとしても、うん、その子供みたいなもんで、うん、あの町田光さんの小説で起こってるもうなぜか笑けてくるみたいなのの、うん、構造はトマス・ピンチョン以降の、そんなこと言うのよね。まあそういう感じ。難しいこと言うのよね。ピンチョンってもうコントの連続やからね。うん、そうそう、コントがずっとあるっていう。そうそう。だから結構難しそうとかイメージもあるかもしれんけど、うん、実はコントの連続という、そうそう、ことです。その、もう我々のね、好きな3つの中にコントの回があったけども、うん、ああいう感じですっていう。そうやね、ピンチョンも基本コントをギュッとしてます、ギュッといっぱい作ってるっていう、うん、重力の虹とかね、難解って言われるけど、うん、コントが400本ぐらい入っとる長編小説って感じ、うん、それがもうびっくりでした、うん、びっくりでしたと、はい、はい、そして私の3つ目は、はい、まあジャック・ケラクはね、まあ一時期も本当に好きやったんで、うん、地下街の人々まあケラクはね、それもう一個の方かと思ったわ。どっち？あのケルアックのオンザロード、オンザロードの方のっていうのかな、うん、でもね、地下街の人々、ね、そうやね、うん、オンザロードと地下街の人々はまた全然違って、うん、オンザロードはまあいわゆるビートニック小説だよね、うんうん、で地下街の人々は、うん、なんていうかね、不思議な小説なんやね、うん、すごい難解やけどシンプルな話で、はいはい、まあ、男女の恋愛の話で、うん、なんかね、例えるなら、うん、ウディアレンのマンハッタンみたいな感じでね、うんうん、単純なシンプルな男女の恋愛の短い話っていう感じやけど、うんうんうん、なんかね、すごく、あ、現代の文体ってこうなるんやっていう感じでね、はいはい、まあ、ケルクがよく流麗な散文とか言って、うん、流れるような散文体で書くっていうのの、なんか傑作、はいはい、なるほど。それをね、オンザロードとかで言う人がおるんやけど、うん、オンザロードってそんなでもなくて、はいはい、あれはただの日記みたいな感じで、うんうん、別に取り留めもないっちゃ取り留めもないけど、うん、別に意識の流れがどうとかいう話じゃないけど、そうやね、うん、ちょっとまともな小説というかね、はいはい、うん、でこれはね、まともじゃないよね、
長さもちょっと違うもんね。うん、すごい短いこれは、うん、っていう感じでケラックすごい好きやったけど、うん、まあ、圧倒的にこれがすごく好きで、うん、前回日本文学の時に話した椎名誠さんの長く素晴らしく憂鬱な一日っていう完璧な小説があるやんか、うんうん、それとなんかねすごい自分の中ではなんかセットなんよね、全然違うのに、うんうん、ケラックと椎名誠ってまあある意味旅する人って感じやけど、うん、なんか自分の中ではセットで短い美しい完璧な、うん、完成された小説っていうイメージやな、殿堂入りの殿堂入りやな、うんうん、なるほどという感じでした。はい、はい、そしてねこれすごく迷ったんやけど、うん、もう気になるわみーくんの海外文学ずっと言ってるからもうこれ言おうと思って、うん、あチャールズ・ブコウスキーさんの勝手に生きろっていう確かにそうやわ小説、うん、ですね。これあねもう違うの言おうと思ったぐらい好きすぎてちょっと恥ずかしいぐらい、うん、それこそもう T シャツいつも着てませんみたいな感じぐらい好きやから大体みーくんが白いワイシャツ着とるときはブコウスキーのイメージやから、ね、ああそうそうそうねまあもう説明することもまあまあ知らん人もおるから、うん、チャールズ・ブコウスキーという、うんうん、ですねまああの方がおられましてそりゃそうやろ、うん、まああの全然作家として売れなかった、まあ、毎日飲んだくらいで仕事をやってはクビになり、うん、また仕事やってはクビになり、うん、っていうのでギリギリ食いつなぎながら、うん、生きてるっていうまあシンプルに言うとそれだけの、うん、その当時の日記をもとに小説化してたもの、です。で、すごくそうなんやけれども、うん、まあ一番好きなのは、まあ誰でも書けるような、うん、もう自分の言葉で書いており、うん、まあアメリカ文学ってね、うん、酔いどれ文学っていうのを言うときに、うん、ブコウスキーが必ず出てくるね、うん、酔いどれ系の別にドラッグとかじゃなくてね、うん、ひたすらアルコール飲むっていう、うん、なんかね自分はなんかただ酔っ払って生きているっていう状態を、うん、でもずっとその間あの出版社に自分が書いた小説を送り続けて、うん、ずっと無視され続けて、うん、でまた仕事行ったらクビになり、うん、酒飲む、うん、でも酔っ払って帰ってまた出版社に送る無視されるっていう、うん、この出版社に送る無視されるっていうこと、うんがまあ、ちょっとこのブコウスキーが尊敬しているセリーヌが、うん、あの出版社に送りつけて大傑作だってさらされたっていう、うん、エピソードとダブセリーヌを挙げるの忘れたそうなん今僕今言いながらセリーヌセリーヌやセリーヌを忘れたそうなん今自分で言ってはずしたセリーヌセリーヌってそうなんだからまあまあいいやはいうんセリーヌのね、うん、その出版社に急にセリーヌは 無名の時に出版送りつけて、うん、出版社がこんな傑作誰や天才やって探したっていうエピソードがすごく好きでブコウスキーはそれをやってるけど、うん、全然無視され続けるっていうところの面白さがありますという、うんはい、ブコウスキーはね現代文学というか小説はセリーヌさえ読んでればいいって断言した人いいそうそうそう他は読む必要ないって、うん言った人、ね、言った人ですかまあこれはねこれも長くなるのでね、うん、また、うん、またねブコウスキーについて語り合う3時間みたいな、うん、ちょっとやだんと、ね、昔ね友達がね、うん、なんか俺は小説は一番最後のページ一番最後の文章を読んで、うん、その小説を読むか決めるって言っとる友達がおったよ。それはなんか自慢げに額に寄ってきて、うんうん、大体最後の文章を読んだら面白いか面白くないか分かるやんみたいな感じで言ってきて、うんすごいこと言ってくる。すごいこと言ってくるな、うん、こいつと思って、うん、それで本屋で最後のページ読んで面白そうやったら買うって思って、うん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 、それを否定するのもなんか違うやん、うん、読み方って人それぞれ自由やし、ね、ちょっとうるさい読書の時みたいなのになるのもねのも違うから、うん、あそうなんみたいな最後のページ読むんやみたいな感じで言っとって、うん、っちみたいな感じで、うん、っていう時にたまたまガクカバンの中にブコウスキーも勝手に生きろが入っとったよね、うん、で、あ、じゃあこれはどうって言って渡したんよ、うん、そしたら彼が最後のページ見て最後の一文が言わんけど、うん、まあ、ある一言なんよね、うん、それを読んで、うん、彼があ、これは分からないって言って閉じたんよね、うん、で、ちょっと
勝った感じというか、これ見ろっていう感じなよね、うん、だからそういうちょっと型破りな、うん、文章を使う人だよね、うん、そういうまあ、うん、一般的なメソッドから完全にはみ出した人というか、うん、アメリカ文学のどの流れにも属してない人だよね。そうそう、うん、まあ、言うならばセリーヌに属している属しているけれどもどこにも属さないし、うん、どこのなんか流行りにも乗れなかったっていう、うん、そのおかしさってなんかすごい分かるというか、ね、うん、好きなことをやっていると、うん、という感じで、はい、はい、3つ挙げるシリーズ。いやめちゃくちゃ楽しかったし疲れたね。楽しかったし、うん、その尺がね、うん、尺がねもう持たんと、それぞれ2時間ずつ欲しいって感じ、ね、そうそう、こんなんで好きなこと語れるかいって語れるかいっていう、うん、霜降り明星ようやったな、ようやったわ、さすがやね、さすがやね、やっぱね、うん、すごいね、 M1 とか撮る人、うん、撮る人っていうのはまとめ方がうまいわ、うまいね、うん、うん、ということで、はい、まだねコメントで、ま、自分の好きな海外文学とか、はい、そうですね、うん、書いてくれたら、はい、僕に直接電話くださっても、うん、大丈夫ですので、はい、はい、ということで、また3大シリーズやるかもしれません、はい、3大シリーズ、うん、もうちょっとこれやりましょう、やりましょう、ということでまた、バイバイ、はい、ありがとうございました。